おもろいモーニングジェー家族おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ、この時間はジャパンホームジャンボ健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、今週も真心を伝える伝統の美大分業界との提供でお送りします。さあ、コンソメスープかけ焼きおにぎりジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。今週も大賞に輝いた方には大分県津島町にママに優しいキャンプリゾートパークコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。まあ春休みなんでね、あのドローン飛ばしに行ったりだとか、それからっていう方もいらっしゃるでしょう。大分県津島町にあるママに優しいテントに泊まったりキャンプリゾートパークパラディスを置いた、いかがでしょう。ドローン飛ばしたりだとかね、レストランからリストランでアジュルルナーで楽しんだり、おいしいランチコース出してくれる、そしてテントに泊まったりっていう、そういうところです。ランチコースの締めがリストランでアジュルルナーっていうランチコースがおいしいレストランがあるんですね。そのランチコースの締めに出てくるのが、せっかくおいしいのが仕上がったから自宅でも手軽に楽しめるようにっていうおにぎりが出たんで、家でも対象商品でプレゼントしていました。それをね、対象商品でプレゼントっていうことなんで、ぜひ頑張っておもろい金曜日桃地パレスで予告通り少品勝ちのおもろい落語会開催いたしました。皆さんどうもありがとうございます。ちょこちょこ届いてるんですよ。やっぱりね、それぐらい皆さんがすっきりしたんじゃないかということを言うことでね、また今日からの経済活動に勤しんでください。中地小浜ちゃん、こんにちは。久しぶりにおもろい出来事、いや絶対おもろくないんですけれども、これは中地に報告しなきゃと思う出来事が発生いたしました。夜の情報としてズマは9時までの1時間からハイテンションマシンガントーク怪獣で広島勝のおもろい落語会をね放送いたします。いや、こっちの方がいいですよ。実際ライブの時はね、少子が大体1時間ぐらい落語をやって、私がそういう方もいらっしゃるじゃないですか。まあただね、最近はそういうのはね、実はもう体調で、その人のまあ特徴だっていうところが分かってるんでね、まあそれはみんなでちょっとハイテンションだろうが、ローテーションだろうが、するっていう、そういう放送だという時代にはなりつつあるんですけれども、ただこちらの奥さんは朝の起き抜けから入ってっていうことなんで、まあもし次回あるとしたらね、またWBC 決勝なというふうに思います。平日午前中だったんで、ライブで見ることができなかったから録画予約、予約録画っていうことですね。当日は日課のモーニングジャムやラジオ、そしてスマホを完全に落ちる話として、うちの夫一応が割と丈夫です、ほぼほぼだから冷蔵庫にあるいつ買ったかわからないキュウリとか葉物野菜食べていいのか悩む食材を積極的に夫の食事から妻に当日は情報を一切絶って、帰ってから録画を見るから結果はもちろん経過なども絶対に匂わせないでくれよと、何度も何度も繰り返しておりました。どこまで行けるのか、さらな状態でやっぱりね、試合を見たいっていう、やっぱそういう方いらっしゃるんですよね。当日は途中何度もスマホを開きたい衝動に駆られるものの、なんとか我慢して仕事を終えて猛ダッシュで帰宅、順調に仕事が終わったというか終わらせたので、帰宅は妻より私の方が早くって、まずはシャワーを浴びて身を清めてから見ようとシャワーを浴びているところに妻が帰宅、私がシャワー浴びているのに気づいて脱衣所のドアを開けて明るい声で、ねえ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 、見た見た、食べていいのかどうか悩む食材を積極的に夫の食事に投入、もちろん内緒で、どこまでの痛み具合までいけるのか観察していました。ある日夫がお腹が痛いと言って、風邪でも引いたかな、まだ見てないっちゃけ、行ったらいかんって、風邪を引くと何時だと思ってるんだよ、私なんだまだ見とらんと、その後もこれ村上くん打つんよ、この後はね、なんでこのピッチャー調子よかったのに続けて投げさせんかったとかいな、そしたらこの後に点取られながらもって会社で言いよったかよなどだと、そのたんびに言うなって言えるやろ、言うなって頼むけんだな、こんなの日々を過ごしていた。その後も独り言のように、ある朝、ここはと言ってましたが、私の隣で見ているので丸聞こえ、目が覚めました。で最後に何事かと思ったら、夫がトイレでお腹が痛いと苦しんで、大谷君が出てくるよ、夫は私に俺に何か食べさせたって、もうこれで確定です、なんで侍ジャパンが勝ったのが確定、負ける試合でこの2人を出すはずがない、同じもの食べとるとに決まっとうや、妻と出会って17年近くになりますが、私何ともないよ、
初めて大きな声でごまかしてもう言わせてって言うやろうと怒りました。あ痛い。今まで一度も喧嘩したことがないのでかなり出したら治るよってアドバイス。妻は驚いてここでもいい同時にショックを受けたようで、しかしなかなかそれが収まらない。収まらない。優勝したんですけれども一緒に喜ぶという救急車呼んで、まったく翌朝も気持ちはいいぐらいにおとなしいまま、夜仕事から帰ると言いながら妻がいない、これはまずいパートだけど年度末だし忙しいんだろうなと思って言われたから、夜8時を過ぎても連絡も来ない。昨日の料理には何も使ってないはず、さすがに心配になって頭をフル回転させながら119番を落ち着いた声で、そしたら事件ですか事故ですかと聞かれて、東京で事件と不思議に思いながらも、夫がお腹が痛いと言ってるので救急車お願いしますと言ったら、こっちは110番ですよ、急病は119番にかけてください。お兄さんに電話をかけて事情を説明し間違ってしまった。しまった、私110番にかけてるや、突然夫は東京にやってきたそうで、爆笑。お兄さん家族もかなり驚いたそうです。さて、どうしたものか。診察を受ける夫、小遣いがもう痛んだ食材を使うのはやめようと反省する私、いろんな経験込みで1000円しかもらってません。食当たりなのになと思いつつも、それを別に反省中の私、10万円診察の結果ある、呼び戻しに東京まで行くこと、そうですか、行くの か, そ, かそれともその、お金はどうしたんだと問い詰められ安心すると、さらには日々のお小遣い減らされる可能性がないとも限らない。食べよるやろ、まあ、とりあえず妻がいないこの間を逆にチャンスと捉えて、久しぶりに大人の DVD を借りて楽しもうかなと考えてます。WBC がきっかけでこんなことになっちゃったそんな大人を思い出して大好きでよ、大変ですよ。あの時はごめん ね今傷んだ食材使ってないよ、まあまあ、いつかはね、夫も帰ってくるんだろうけれども、そうですね、まあね、どこかでなんとかね、仲直りしないことには、うん、大変でしょう ねないことはないですから。それからね、こちらも行きましょうか。女性の方、早子さんですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いてます。いやいや、まあね、ありがとうございます。うちのおもろい家族、それは二十数年前、私が田舎を通り越して、もう随分と前ですよ、山の中に住んでいる、田舎を通り越して山の中ね、もうだから、まあ、田舎を通り越して会社勤めでもっと奥深いところに住んでいた、忘年会小学校の頃の話、ある朝学校に行ったら先生のもとに数人が集まって騒いでおりました。どうしたとって聞いたら、これに知らん人にもらったと思った。友人が白い紙袋を刺してお好み焼き食べしていく、中身はというとあふれんばかりの落花生、お好み焼き食べて知らんおじいで行ってきますっていうことで行ってて、でその家からバス停まで、さすがに10メートルぐらいですけど、そこまで食べるなと置けないぐらいいたので、先生にそばしたみたいにきつくなって、それでおかしいなって見たことないよ、どんな見て、それで軽トラ乗ってそんなにすぐ体に異変って生じるんですね。田舎なんて大体みんなそんな、それでもうバス停そこだっていうことだけど、通り出てタクシー捕まえました。どうしても会社行かなきゃいけないっていう、忘年会の前に重要な会議をやるからね、その先生も困ってんだった、他にはそれ絶対出なきゃいけない、サングラスかけてツルツルで、でもう会議やもうね、なんかもう全然こう嫌な予感がする、集中できないな、それってで言おうとしたと電話かけて、同じタイミングで先生が、まあ、お好み焼きだったので、ね、もしかしたら肉が悪かったんじゃないかって言ったら、それは粉だって、目薬の袋そしてそこにはしっかりと分かってんのか、何がそう、うちのおじいちゃんもう大体最初から流れが分かってると思います。それ今となっては笑い話ですか、当時は顔から火が出るほど恥ずかしかったのを覚えてます。ずいぶん古くなってるけど、なんで大丈夫だろうと、なんで落花生と、ね、そして優しい祖父が、いや、亀仙人粉だと意外と傷ついてしまう、私は粉はもうそれ以来冷蔵庫のおじいちゃんが亀仙人って言われたって嫌だよね、粉は本人には
言えず、冷蔵庫に入れるとまたちょっと恥ずかしかったことをこっすり打ち明けました、ね、今思えば私と似てました。時間がなくなりました。そのリクエストもいけないという99歳の高いパート2もコロナ禍で遠方に住んでる私は最後に立ち会うことが必ず。優しくてかっこいい祖父でした。今でもたまにこのエピソードを思い出しては笑ってしまいますというねメッセージいただきました、ね、どうしたのこれ知らない人にもらった目薬の袋あふれんばかりの落石。いいですね。いいです、本当いいですね。ものすごくいいです、はい、おもろい家族パート2でした。